ね、すごい。軽くする。軽くな。え？結構だ。いや、ちょっと虫投げようとしよう。いや、じゃあ。すごいな、ほんま。まあまあ、今日でもほんまのギャラリーのスーツも。はい。ほんまに、あの、ゆらちゃんパパもさ、びっくりしちゃって。球の高さに。もう一つ。軽くだけ見せてあげるよ。軽く。振りじゃない。そんな、なんか乗るような年齢じゃない。はい。え、いいんすか。ちょっと長い。まあ、ちょうど軽くする。軽くな。確かに。え、歌ったん？ジカドラウス。すげえ。戦闘機みたいな。戦闘だ。空母から出る感じ。戦闘機ですよ、スピードは。今、ジカドラウス。すごい。すごいな、なんで？どうすか、生で見た感想とかすごい言葉が出ないですめっちゃ嬉しいっすわ、今日すごい、すごいめっちゃすごいなんか僕、動物みたいなこんなしょっいや、あんな飛んでくれたら世界くれるもん。うわぁ、かっこいい。ちなみに普通の人こそあんな高さも上がらへん。すごい。上がらないです。気持ちいいね。気持ちいいっす。気持ちいい。主役や、主役。幸せや。僕、前よりかはめっちゃ高鳴ってますよね。高鳴ってる。さらに高鳴ってる。ほんますごい。熱ない。救世主。何番ですか？9番やでしょ。9番でしょ。何歳？奥田さんの隠し棒言われてます。ああ、噂あったな。ハハ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 ハ。いきなりおパパに。いきなりパパで親父になる。いや、ね、人生の先輩として。そら年齢的にそうやろ。やばいやん。親父。親父かい。俺の親父っすよ。俺、ふーちゃんパパとあんな仲良く喋ってんの。ああ、そうですね。素晴らしいな。はい。ふーちゃんパパと。ふーちゃんの試合の時にずっと一緒に喋りながら、あえて知らんやん。いや、僕は熱が出てしまって。あ、そうなんですか。そうなんです。観戦行けなかった。応援に行けなかった。遠足行く時にあの風邪ひくタイプの人間やったんです。ああ、もう張り切っちゃうやつですね。張り切っちゃうやつで熱で行けなくなったんですよね。ほんまに最悪や。あれ見たかった。サスさんの数がなかったから優勝できなかった。なるほど。ごめんなさい。次は行きます。何しょんねんって言われて。そんなん言うわけんと思うりんけどな。言ってるから。カーレヌとかカーレヌとかは普通に言いそうや。言いそう。言いそうや。カーレヌ言うて言いそうや。ふーちゃんパパに俺何本もタバコあげた。はい。そのリス見てる時ですか。はい。その説はすいません。
せえじゃん。いやもう、ええ大人がお前そんなタバコ買えよって話。いや、そんなん全然いいねんけどさ、ただ単にただ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 羨ましかったっていう。タバコを吸えるお父さんが羨ましくて、はい、俺も吸いたいな。さすがに絶対吸わないですもんね、ボスは。目上の方がいる前では吸わないですね。はい、徹底されてます。あれは最初に入った会社が悪かったね。いや感謝してるけど、はい、最初書いたんですよ。あんなもんやってもうた瞬間にほんまに裏剣飛んでくるからね。すごいマジですごかったからな。はい、じゃあ最後に一発締めてよ。何で来るのか。何使うけど。自家トライマー。ああ、自家トライしますって言って勝手にまた俺のクラブ取ってる。お前すげえな。勝手にキャディバッグから抜いとったよ。なんかコメントでありましたもんね、自分のクラブ持ってんのか。ちなみに今日はフージェンプロクラブ持ってきたんですかね。いらないかな。そういらんかなって。今ね、今ここにフージェンプロのキャディバッグすらないもんな。もう体だけでいいから。間違いない。そうやね。トシプロの名言にあるように攻防不良を得たバズなんてそクラブなんか何でもいいもんの。はい、ただ軽くね。エグ。はあ。お上手。エグ。素晴らしい。カシャカシャ。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。コメントもお願いします。お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。奥田さんすげえっすよ。